神平家物語第551回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読はジョー春彦です軍長おののく恐怖にそよがれた女房たちは牢の外や妻まあの辺りをただうろうろするだけだった。 あの女人特有な声の色や口走りは何の役にも立たないのみか恐ろしい予感を一層不気味な幻覚にしあってその気球と苦しいうろたえの影を鼻くずのつむじみたいにぐるぐる描いて見せるに過ぎなかった「ああどうしようぞここも源氏の攻めるところとなったら」 彼女たちは死の匂いを持った暗い風の中で、こう黒髪と黒髪の乱れを抱き合うほか、身の置き場も知らなかった。およそ平家の女性とは、こういう哀れな弱々しい蝶々の群れであったと言えよう。これがかつては都の中でも見られたあの基礎の女将軍や女兵士たちならば、この後に泣きなどもしまいし、うろたえもしていまい。けれど 平家の町長たちは建礼門院をはじめ以下の武将の妻や小女房に至るまですべての者が救援と真相のほかには世の風も知らず育まれてきた者ばかりと言ってよい身に物の具をよろう習いはなかったし手に薙刀を持つ術も知らなかったしかし素のうちの建礼門院と卒の局とは事態を聞くとさすがすぐ我が身のことはさておいていたいや 自身はなかっったと言ってよいあるのは主情の恩みのことだけだったそれだけで自身を恐怖するゆとりもなかったとそのうちに「いやあ慌て騒ぐことはない泣き狂うなど見苦しいとは思わぬかまだことを定かにわからぬもの」近づいてきた大鎧の人影がある平大納言時だに違いなかった 狸の中女を時ね、侍従の少々有森なども続いて見えた。お静まりなさいと侍従の有森は辺りの藻や黒髪の群れをたしなめながら、あの甲高い女き声は主情ではありませんか。代理殿、主情もあのようにお泣きになっておられまする。ご無理はない。 と、時忠もそこの妻どの口へ来て、あまりに周りの女房たちが身も魂も消して恐れ騒ぐゆえ、主生をびっくりなされたのであろう。そんなことで万一の愚部もできようか。ご死後には時忠もおる、武者腹も大勢いる。女将たちはじたばたせずに落ち着いて女院のお指図を待ったがよい。何がやって来ても身勝手におそばを離れ、ちりじりになってはならん。 と彼もまた弱い群れを年頃にこう諭しながらそして漁師の間のうちへ入っていった。見ると女院と卒の局はもう帝にお袴を履かせ御意も厚く着重ねていつでもこの場を建てるようにご支度を済ませていた。おうおうとだ忠殿か帝のそばから卒の局の声だった。 彼女と時忠とは誰も知る仲であるが玉座の前では夫婦にして夫婦ではない。時忠にござりまする。時刻も時刻、帝には定めし、肝をおけしなされたことでありましょう。いえのう、帝のお狂い泣きはそのためのみではありませぬ。弱を過ぎたころからにわかなお寝つけなのです。小さいともし火の明滅の中で女院のお顔だけが他の何者よりも白かった。 やっと少し勘を沈められた妖典のまだ泣きじゃくるお背中を深く抱え寄せながらして「シドの方からここへ敵が近づいてくるとはまさし間違いのないことなのですか」ときっとして尋ねた。 ままだしかかとは分かりませんがたった今阿波の国の桜丸助義等と申す者が奥阿波から喜田軍の山から山をよろばい越えてき急を麓の総門へ告げてまいりましたよしその者は何のために阿波から逃げてきたのですか 昨十九日の創業、阿波の勝浦の磯へついたる源氏に不意をつかれて、桜間之助の立ちは焼かれ、万歳の近藤六は敵に下り、方官義経の手勢およそ百七八十騎がまし蔵に大坂越えを経、この屋島の後ろへ急いだとの中心なのでございまする。方官とは、ほう あどり越えの御仁の檻もお味方のむしろを襲ってきた恐ろしい源氏方の大将か。そうです、その義経とせばここく日かの風浪などものともせず、再び思いもうけぬ奇襲をここへ試みて参ったかもしれません。 でははや、シドから群れのあたりへまでその義経が、桜間之助の知らせを受けると間もなく、その方角におびただしき松明が見えるとあちこちで騒ぎ出したものでした。が、たとえ方眼であろうとも、二百にも足らぬ小勢、どれほどなことがありましょう。まずまず、お身支度はなされおくとも、じっと とこれれにござらせられやがてもう少し詳しい戦の模様を知れてまいりましょうほどに。そうじて一門の人々の諸陣屋は屋島の東側から北へかけての山下と中腹に集まっていたすぐ目の下は湾内の海懐だった対岸が船隠しの裏また南へうねっている一条の道は干潟を渡って屋島草門の口へ往来が自由である。 水軍の弁陸上の弁などにみ合わせて代理の位置も定められたに違いないがすぐ後ろに峰を背負っているせいで昼も片日陰だし海の色山の茂みもなんとなく陰気であった。 と知ったのは昨日までのあの大風雨で峰水は押し流れてき崖崩れは御所の園を埋めどこの陣屋もデードに傾いていないのはない一門の僧侶ナイフ宗盛の陣所も例外ではなかった。 しかし彼のいるところはそのまま本営であるから帝や女院は一時常盛の陣屋へ移られても全軍の形の上から彼までがめったに動くわけにはゆかない。で昨日一日中は土砂の始末や旧和しのの板屋武神に取りかからせともかく母の2位の尼を迎え宗盛は仮寝の姿で昨夜を明かしかけたのである。 いや、その一夜すらもまだ満足に眠りきったとは言えない間に、この行案の異変だった。ただならぬ物音や将兵の叫びにガバと跳ね置き、身に大鎧をまとったのも、半ば夢見心地であったろう。何事ぞ、死郎病へ陣屋の一の小屋まで彼はその局をゆさゆさと運んで行くまで、まだ事の真相が頭によくつかみきれなかった。 源氏が寄せてくるそんなバカなことがとどこかで高をくくっていた飛騨の四郎かげ影常は宗盛の目のとこである宗盛の一の家来とも言われているものおお大井の殿用意ならぬことのようでござりまする阿波の桜間之助の告げによれば 桜間之助が山越えでこれへ逃げまいりました。義経の一勢、泡へ渡り、すでに大坂越えをへこれへ近づきつつあるとか、えっ、まことかおじきじきに桜間之助へなおお尋ね賜りませ、あれに控えおりますでは白郎への指さすところに一個の人影があった。惨めなばかり疲れきった姿で、かがり火の揺らぎを横顔に受け、さんとして地面に平たくなっている。

一時は、霧地に戦火と存じましたなれど、山で、ことの急をやし島えを告げ猛さではと、炎の館を後ろに捨て、吉野川の上へ逃げ延びました。 それより上も眠りも忘れて添え山大久の山々を越え辛くもこれへたどり着いた次第でござりまする。一刻も早く急を初陣屋へお触れあって源氏の不意を迎え撃てと備えをお命じ下さいませ。さてはあの大方眼目が小坂しくもまた屋島の後ろをついてきたかで、なんでそう度々日踊り声の二の舞を我らが踏もうぞ桜間之助 はあ、よう早く告げてまいった。ああ、おそらく敵は大坂越えから、ひくた、白鳥、二部を急いだものと思われまする。はやはや、ご猶予なく。白病へからも今聞いておる。白病へ、触れを出せ、人人へ。お言葉までもなく、すでに陣触れはもれなく走らせおきました。船手へも告げてあるか。水軍ののとどろへは。 のとどろの人将船隠しの裏へも使いの兵に小舟を操らせ、ご用意あれと告げ渡しましたが、いえい、ー、え、そんなことではまどろいぞ。頂の櫓ヶ岳より全軍へひあいずせよ。また、荘門の櫓からも貝を吹かせ次第に語気が高くなった。ようやく彼も慌て出したのである。しかし、その慌て方すら胸盛らしい緩慢さであった。 なぜならば時すでに八島山頂の暴うでもまた対岸の御剣山の上でも遠見の兵が「いやあの火口は死の群れの間を大罰に違いないなんとおびただしい」「それでは敵か敵とてどこの敵源氏に違いないわさっことさ!」と騒ぎ出していたのである。 たちまちそれは屋島前山の騒動となり、また御剣山から学び落ちるがごとく駆け下りてきた遠見の兵の知らせで、船隠しの裏の水軍もどよめき騒いでいたのだった。時に行天はまだたくさんの星を見せてい,い、湾内の潮は暗かった。水軍の大将、範常は、ようも天から敵の降ってくるわけはあるまいつい昨日までもあの降天、あの波荒き海上、いぶかしいことではある と疑いながらも友あれすぐ早船に飛び乗り屋島の御所のすぐ下へ漕ぎ渡ってきた宗盛の船が行くよりも彼の来た方が先だった宗盛ももうその時は指導方面の敵の加工を聞いている櫓ヶ岳の将兵から知らせを受けその免職は一層こわわったものになっていた 二の天も人への帳を引いた彼方の狩野屋のうちに姿を見せておりそばには宗盛の一子で今年十七の清宗が自座していたその他一門の妻女やら蔵主めなどここにも消え難ばかりな己の気を集めた一群の長女がなおいたのである桜の壺根も座の中にいたがあの凶慢さはなく他の女房たちと血の色もない顔を一つにじっと差しうつむいていた 次回は虚像実装ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ